こんにちは、工場長です。今回は羊毛フェルトやっていきたいと思います。何やらそろそろ夏休みが始まっているというのを聞いたんですけども、始まってるんですか？まあ社会人の人はそんなの関係ないんですけどね。夏休みのある方は夏休み、今しかないかもしれない夏休み楽しんでください。ということで今回はそういう長期休暇にぴったりな工作をやっていきたいなと思いまして、羊毛フェルトでスパイファミリーアーネちゃんの持ってるキメラさん作りやっていきたいなと思います。あの人形可愛いですよね。なんかライオンのような蛇が尻尾についたようなちょっと不思議な可愛らしいキャラクターなんですけども、見覚えある方いますでしょうか？そんなにド派手に登場しているやつではないので見覚えない方もいるかもしれないんですけども、キメラさん作りお付き合いください。それでは作っていきましょう。まずは綿を使って土台になる形を作っていきます。最初から羊毛フェルトを丸めて形作っていくのでもいいんですけど、羊毛フェルト結構値段がするので綿の方が安く済むのと、綿の方が結構ザクザクザクって固まりやすいので最初の土台は綿を使うのがおすすめです。とりあえずこのぐらいで様子を見ながら大きさ足していきたいと思います。ニードル使ってザク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 、まずは頭から作りたいので丸い形に作っていきます。ひたすらこの作業です。勢い余って手を刺さないように気をつけてください。あんなに大きかった綿がこんな感じに小さくなりました。ここまでできたらキメラさんの色に近いピンク色を用意したので、これを表面に巻いてまた針でチクチク刺していきます。キャラクターもの作るときは毛羽立ちにくいアクリル素材の羊毛フェルトがおすすめです。糸に必要な分取って均一の厚みになるように巻いて刺していきます。はい、顔の形出来上がりました。どうかな、ちょっとまだ目とか鼻とかいろいろついてないので想像できないんですけど、パーツ足した時におかしかったらまたバランス整えていきたいと思います。で、一応自分の中でこの面が正面向いている角度になっているので、それが分かんなくならないように鼻の部分だけ目印としてくっつけておきたいと思います。白い羊毛フェルトを鼻の位置に入れておきます。キメラさんのこの鼻部分なんですけど、上と下ちょっと分かれているようになっているので、こんな風になるようにこっちの方も刺していきたいと思います。チクザクチクチクと地道に刺します。次、体のパーツ作っていきたいと思います。工場長のチャンネル、パーツ完成しました。これが胴で、これが手で、こっちにも手で、そして足です。そして角が2つ。とまずこちらつなげていきたいと思います。つなげ方はとっても簡単で、まず胴のつける位置を決めます。で、パーツの上の方ボワボワっとわざと出してあるので、これを使ってそのまま刺していきます。ザクザクっと、ここだけつなげても取りやすくなっちゃうので、結構胴の中からこうこうちゃんと、なんていうの、中の方からくっつくように、割と胴の中からこうやって刺していって、この表面部分も綺麗に整えていく感じで刺していきます。はい、こんな感じです。まずは顔と胴がくっつきました。続いて腕つけていきたいと思います。普通にツンツンと、かわいい。そして足です。足も位置を決めて、かわいいわかんないけど、そしてこっち側、足の長さがちゃんと揃うように意識してつけます。はい、とりあえず手足つけていってみました。で、このままだと結構まだふにゃんふにゃんな状態なので、羊毛フェルトで弱いところに肉付けしていきたいと思います。この辺ですかね、このなんか手の付け根部分がちょっと弱いので、こういうところに刺していったり、刺した時刺し心地がスカスカなところも羊毛フェルト足して強度上げていきたいと思います。耳くっつけてみたんですけどもちょっとこっちの形がおかしすぎるので、ハサミを使ってカットして整えていきたいと思います。
長さも切って形も整えてっていう感じで縫っていきます。ババーン、角がくっつきました。さっきよりは良くはなったんじゃないかなと思います。続いてキメラさんの縦紙部分、こちらの羊毛フェルトで作っていきたいと思います。まず適当な長さ、これぐらいにしようかな。こんな感じで切ってつけていきます。つける前に一応どのラインにつけていくかっていうのをマジックとかで印つけておきたいと思います。こことこの辺からのこのラインですかね。反対側もまこのラインと、あとこっちの方も一応引こうか。後頭部の方にも縦紙つけておきたいと思います。羊毛フェルト適量取ったら、この長さの半分ぐらいのところにこんな感じで線のところに置いていきます。でこれで線に沿ってつついて羊毛フェルトを固定していきたいと思います。ある程度つついてくっついたら、これを2つ折りにするような感じで折り曲げて、またここをつついていきます。こんな感じで一周ぐるりと同じようにつけていきたいと思います。モフモフの頭になりました。後ろの方はこんな感じです。でこれだとなんかちょっと変なのでカットして整えていきます。割とアニメを見るとこの角とだいたい縦紙が同じぐらいの長さに来てるので、割と短めに切っていきたいと思います。だからといってこう切っていいのかな、なんかパッツンっていうのもおかしいかな。なんかこのカットする作業が多分今回一番楽しいところじゃないかなと思ってます。一番楽しいところでもあるけど、一番重要なところでもあるかもしれませんね。キメラさんの印象がこれでだいぶ変わっちゃうと思うので、楽しみながら考えながら切っていきたいと思います。皆さん、なんかおかしくないですか？気づきましたか？なんか切っても切ってもキメラさん感が出てこないなって思って比較してみたら、ここにも毛があって、もう顔全体埋まってる感じになってて、だいぶ足りてなかったです。ここにあと毛を足していきたいと思います。今度こそキメラさんっぽくなってほしいんですけども、ここに毛があるだけで雰囲気がだいぶ違ってくるんじゃないかなって思います。ここまで整えていきました。どうでしょうか？ちょっと理想よりもふわふわになっちゃったんですけど、まあ、目とかつけるとまた雰囲気変わってくると思うので、一旦これで進めていきたいと思います。次はさらに同じ色を使って翼と尻尾作りやっていきたいと思います。縦紙の残骸ちょっともったいないので、こちら使っていきたいと思います。でこれを平らに平らにして、まずは翼から作っていこうと思います。感じでフェルトとまではいかないんですけど、平たくなるまで針を刺していきました。これでキメラさんの翼にしていきたいんですけど、横にキメラさんを並べて描いていきたいと思います。こんぐらいかな。これを左右対称のやつ2枚作っていきます。羽です。そして同じ色を使って尻尾の方も作っていきたいと思います。これを適当に丸めて尻尾にしていこうかな。皆さんの尻尾できました。つけたいところに刺します。いい感じ。もうほぼほぼ形はできましたね。シルエットは完成です。それではあとは細かいところを仕上げていきたいと思います。まず足部分がこのグリーンを周りまとってるので、こんな感じでまとわせていきます。足裏黄色くしていきました。そしたら次は目やろっかなと思います。最初白目部分をまず丸く作って、その上に黒乗せていこうと思います。この辺にまずは白色を
そして黒目部分を中心に入れていきます。可愛い顔になるといいんですけど、ちょっと不安ですね。よいしょ。最後に鼻周り作っていきたいと思います。黒い羊毛フェルトをほんのちょこっとだけ取って、鼻のところにザクッと、ザクッと、ザクッと、ザクッと。鼻周りの線をブラウン系の羊毛フェルトでつけていきたいと思います。うっすらすぎてカメラから見えるかわかんないんですけど、こんな感じで線になるように羊毛フェルトを埋めていきます。たんじゃないかな。これでキメラさん完成でーす。ということで羊毛フェルトキメラさん完成しました。いかがでしたでしょうか。なんか目が大きすぎたのかな。ちょっとさ違うんですよね。何かが違うんですけど、色とか形がキメラさんの形してるので、キメラさんっていうのは分かると伝わっていると思うんですけど、なんか顔が違うんですよね。これなんでだろう。ちょっと目が大きすぎたのかな。ちょっと驚いた表情のキメラさんということで、今回は完成にしたいと思います。で、羊毛フェルトは結構材料も少なく手軽にできる手芸だと思うので、お休みで時間のある時、なんか暇だなっていう時にぜひぜひ始めてみると楽しいんじゃないかなと思います。よかったら皆さんもこれよりも可愛いキメラさん作りやってみてください。ということで本日も最後までご視聴ありがとうございました。よかったらグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。今日はこれで終わります。バイバイ。